大変長らくお待たせいたしました。本日もファイプロ実況の時間がやってまいりました。さあというわけで本日のダークマッチは佐藤光対田村清ということで、ちょっといつもと違う感じでもないか、マッチメイクしてみました。これをバックにちょこっとお話ししてみたいと思います。初めてご視聴いただく方ありがとうございます。この動画はファイヤープロレスリングワールドの Steam 版 PC 版のコンピューター同士の対戦、いわゆるロジック対戦にアーダコーダと実況をつけて遊んでいる動画です。架空ファイプロ団体ワールドマニアックレスラーズ通称 WMW のオーナーである私マスクド西岡が実況を務めさせていただきます。さあということで、この、まあ、一応ちょっとオープニングでのトークと言いましょうかね、このダークマッチをバックにちょっと喋ると。でここで喋っておいて、本編の方では試合の実況を、優先するということで一応始めた企画なんですけどね。まあ、今回のシリーズ、時間がたっぷり、試合時間ゲーム内で40分ぐらい、かかるので、まあ、そこで喋ってもいいような気もしたんですけども、まあ、ちょっとこれもやっとこうかなということでやっております。で、今日気になったのはですね、まあ、一応この収録前にいつものようにプロレスのネタニュースなんかをこう見てると、リデットグループ、もともとノアの、親会社やってたところ、スポンサーというのかな、親会社をやってたところ、今は、サイバーエージェントがなってますけども、そのリデットっていう広告を主に、なんていうんですか、お金稼ぎのあれにして入れたらダメですね、広告業をやっておられる会社が、スポンサーについてたんですけども、でそれがまたちょっ と、ノアを辞めた後、ノアと手が切れた後、長州力であと田村清などの、まあ、顧問的な、アドバイザー的な存在がいたので、じゃあそのまま、残ってもらってプロレス団体を作りましょうみたいな感じになったのがグレートっていうのが生まれたんですよね。でこのグレートっていうのが、まあ、いろいろこうどういう風なやり方でやるかっていうのを模索していく中で、まあ、田村清がやっぱりリーダーというか、そのプロデューサー的な存在でいるので、U の方に行ったと、まあ、いろいろ紆余曲折あって、で、まあ、田村清の下位となるのかな、カズ林が行って、で、アドバイザー的な存在になって、今カズ林が一番表に出てるのかな。でそのゆうっぽい試合をやろうとしているところと、もともと DDT の一ブランドであった佐藤光が立ち上げたハードヒット、このハードヒットっていうのが今度対抗戦をやるんですね、6月の9日新宿フェイスですかね。で、これに先駆けて先日記者会見が行われて、で、まあ、この田村清は出てきてないんですけども、佐藤光が思う、まあ、言うこの佐藤光はパンクラス鈴木みのるの系統があって、パンクラスで、まあ、言うというのを名乗る、まあ、言うみたいなものをやりたいっていうのをずっとやっておられる方で、田村清といえばもちろん、赤いパンツの頑固者ということで、でこのイデオロ対決みたいになってる部分がありましてですね、この田村清は田村清で、あの時の言うのままだったら、今世の中に出してもお客さん引っ張ってくることはできないだろうと、だからそのなんていうんですかね、あの時の言うみたいな感じじゃなくて万人受けするような、UWF みたいなスタイルをやった方がいいんじゃないかという風な考え方で、佐藤光に関しては昔からの優をそのまま残そうとしている人ですから、緊張感があったり、まあ言ったらバチバチの、プロレスとはまた一線を画すぐらいの、雰囲気を皆さんにお客さんに見せることができないと優じゃないんじゃないのっていうようなことがあって、でこれがなんかね、UWF とかが好きな方であると分かっていただけるんですけども、すんごくめちゃめちゃ面白いんですよね。過去の歴史から考えて、まあ、今現代に優っていうものがあんまり少ないんじゃないかとか、ね、でそれに対して佐藤光が怒ったりとか、だから佐藤光っていうレスラーがやっぱりちょっとプロレス頭というか、まあ、頭いいんだろうなと思うのは、その記者会見での一部抜粋ですけども発言が、正直言いまして、リデット UWF の配信マッチとか何度か目を通したのですが、あれほどまでに緊張感のないものを堂々と UWF だと語ることにも個人的に納得がいかない部分が多いですと。
ファッションで優をまとうんだったらその全てをハードヒットが奪っていく、そういうつもりでやっております、よろしくお願いしますというようなことを、まあ、堂々と言ってのけたわけですよね。まあ、田村清にしたら、田村清の考えがあるから、どっちが合ってるか間違ってるかっていうことはわからないんですけども、それが、まあ、言葉だけではなくって、実際に戦って決着がつくというのが、またこのプロレス、というのの面白いところなんじゃないかなと思います。田村清は現役復帰というか、まだ引退はされてないと思うんでしょうけど、引退はされてないはずなんですけども、まあ、リングに上がることはちょっと可能性は低いし、田村、佐藤光は、佐藤光のカードは、佐藤光、試合出て、カズ林と一応やることになってるんですよ、第一試合で。だカズ林がそのどういう試合をやるかっていうのも、ユーポイ試合をやるのか、佐藤光がそれをどこまでこう付き合うのか、逆に引き上げるのか、というような意味でちょっと、注目というかね、個人的には面白そうだなと思ってるということですね。今日だからマッチメイクもダークマッチ、これ佐藤光対カズ林がうちいないんで、シリュにしようかなと思ったんですけど、全然バチバチの試合になりない、ならないんだっていうことは分かったんで、田村清でやってみましたということで、ダークマッチの方は10分間ですので引き分けとなりましたので、まあこれもいつかどっかで決着させてみたいと思います。さあというわけでこんなもんで、本編の方に行きましょう。はい、というわけで本編の方やってまいりましょう。4対4勝ち抜き合戦トーナメントということで、前回の続きですね。今回がシャープ4ですかね、2試合本日もお届けしてまいります。前回前々回とね、このここの部分トーナメント表で何も語らない方がなんかかっこいいかなと思ったんですけどね、自分で動画編集しててなんか気持ち悪いなと思ったんで、やっぱり喋ることになったということで、やっていきましょう。本日も2試合、このジェイソン組、前田組の試合と、松永組、秋人組の試合ということで、早速やってまいりましょう。試合開始です。ということで、今回エントリーしていただきましたチームが、青コーナー左側ですね、ジェイソン・ザ・テリブルですね、ビル・ゴールドバーグ、川田俊明、高田信彦ということでエントリーしていただきましたのがゴルチさん、ありがとうございます。ゴルチさんですね、ありがとうございます。で、赤コーナー右側ですね、現在戦っているのが前田明、ボルクハン、アンドレイ・コピロフ、アレキサンダー・カレリンということでエントリーしていただきましたのがケビン・レイニーさんということでね、いつもありがとうございます。さあということで、今回のシリーズ、まあ、時間がたっぷりなのでルールを一応説明をさせていただきますが、かつてファイプロシリーズにあった5対5の勝ち抜きイルミネーションマッチかな、というルールを、どないか再現できないかなということで、5対5は無理ですけども、この4対4 8人タッグの、ルールに、イルミネーション機能というイルミネーション機能じゃないかな、ピカピカするみたいなですね、イルミネーションルールというのがありますので、これをまず採用と。で、ロープじゃないの、カットプレイですね、カットプレイのオンオフがありますので、これをオフにしています。で、この2つでどういうことが起こるかというと、まずカットプレイがオフなので、まあ、文字通り、自軍の味方が、ギブアップ狙われている、もしくはカバーに行かれてスリーカウントが狙われているという状態になると、カットプレイに入る、乱入するみたいなことが起きるんですけども、それがありません、基本的に。前回も前々回も多分言ってたと思いますけども、レフェリーの目を盗んでそれをすることが起きるかもしれないですが、かなり確率は低いので、まあ可能性としてはあるけどもわからんなみたいなところですかね。でもう一つのルール、イルミネーションルールというのは、これをオンにすることによって、通常のルールであればどちらかの誰かが敗れた時点、3カウントもしくはギブアップを奪われた時点で、そこで試合終了となるんですけども、イルミネーションルールの場合は、その4人のうち誰かが敗れたら、その1人が、リングを去り、3人で戦う、最後の1人0人になるまで戦う、で、勝ち残った方が勝利と
ということになります。ですので1人負けても逆転する可能性もありますが、まあ普通に考えるとやはり1人敗れたチームの方が、圧倒的に不利になります。ただ今回そのテストマッチをこの今回のシリーズをやるぞって決めたのは、その圧倒的に4対3になったらもうそこでゲーム、おー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 おおエプロンで、そこでもうゲームが決まるぐらいのことを思ってたんですけども、意外と4対4から4対3になって、3対3になって、3対2になって、2対2になってっていう言ってることが伝わってると思いますけども、まあ、そういうことが起きるんじゃなかろうかという予想ですね。はい、まあ、何度かそういうシーンが見れたので、じゃあこう白熱した、戦いが見れるんじゃないかと。まあ、あとはあれですよね、前回の、第5回勝手に松本友蔵杯でも採用したルールなんですけども、3本勝負というのがファイプロシリーズにはありますので、どちらかが負けた時点で終わりではなく、どっちかが1本取られたとしても逆転する可能性がある、そのドラマの厚みをこう増すための一つの要素ですよね、というのがこれは面白いんじゃないかなと。どっちかが負けたとしてもその後逆転して、大攻勢になるとかね、いうドラマが起きればなというようなことになっております。それ以外のルールは通常のルールになっております。クリティカルの発生率も普通、ですね。あとは、ロープチェックはもちろんオフ、反則カウント、場外カウントもオフ、オンになっております。砂漠レフェリーはタイガー服部、移動速度がやや速く、あとカウントスピードは普通になっております。さあというわけで試合の方に集中していきましょうかね。まあ、青コーナーの方はどちらかというとこういろいろ混合チームとでも言いましょうかね、ジェイソンとい こうデスマッチ系のレスラーがいて、でビル・ゴールドバーグという超アメリカナイズされたレスラーがいて、で、高田信彦とい こう UK のレスラーがいて、で、川田俊明という王道のレスラーがまあいるということで、まあ、日米、いろいろ混成、ファイトスタイルも違うと、ありとあらゆるファイトスタイルに対応できるというのもあるし、それが逆に良くないのかもしれないしということですね。で、赤コーナーの方、逆に赤コーナーの方はもう完全に、リングスつながりと言って間違いないでしょうね。前田明が、起こした、たった一人でスタート出せた、リングス、ファイティングネットワークリングスでしたっけね。でそこに、海外のレスラーを競合を招くことで、大成功をして、でボルクハン、リングスロシアでしたっけね、ボルクハンと、コピロフ、この2人がコマンド3本の使い手としてやってきて、一躍大人気者になって、そして、アレキサンダー・カレリンですね、前田明の引退試合の対戦相手ですね。プロでの試合はその1試合だけという、かつて、レスリングの世界で金メダリストとして人類最強の男と呼ばれた男を、引っ張り出してきたと。それ以降プロでは戦ってませんもんね。本当に前田明との試合だけで、終わりましたから、まあ、ある意味伝説みたいな感じになってるような気がします。さあというわけで試合時間が13分経過、通常の試合であればそろそろ、でもあれですね、今ミドルキックで、ハンが倒れましたから、崩れましたから、まあ、体力は消耗しているというところでしょうね。ただこの、イルミネーションマッチ、今回のシリーズはある程度まで、ダメージを食らわないと、まあ、そこからが勝負というやつですね。元気ピンピンの状態ではもう全然決まらないというところ、カットプレーはないんですけども、このタッチワークですね、タッチワークで、とにかく自分がピンチになったらみんなすぐに、自分に戻ると。で細かいロジックを言うと、この赤コーナーの方、前田明以外はほぼタッグマッチなんて知らない、やったことないということなんで、
そのロジックを組むときにタッチワークっていうロジックがあるんですけども、それを多分ほぼ無視ゼロぐらいにしてると思うんですよね。だから自分がピンチになって早めに体力減ったからって言ってタッチに行かないと思うんですよね。でそれがいいか悪いかがわからないんですよね。でもそのタッチに行かないことで他のレスラー、エプロンにいるレスラーはしっかりと休憩できるのかもしれないですし、その辺がどう作用するんかなみたいなことがちょっと今回の、まあ、楽しみであるという一つですね。さあ前田明対高田信彦、かつては兄弟のように、親しんだ二人ですが、ある一時から全く反りが合わなくなった二人。まあ、前田の言い分からすると高田が人を裏切るようなことをこうしたからっていうのが一応あるみたいですけど、高田側から何にも言わないですよね。だから高田もそれを何かあるんでしょうけども、それを言ってしまったら前田さんのそうなんかペースに巻き込まれるみたいなのがあったりするんですかね。さあビル・ゴールドバーグは、おーいいですね、膝十字固め、お互いこう、おちょっとこうあれですね、ビル・ゴールドバーグもこういう総合っぽい動きをできるというところで、ただでも威力でいうと赤コーナーの方にはちょっとかなわないような気がします。動きはできるんですけどね。さあここでビル・ゴールドバーグが再び高田、この辺ですよね、この辺誰とタッチするかをねじっと見てると、なんでそいつとタッチ、さっき出たばっかりやみたいなのがあるんですけどね。さあ今度は、さあ出ました、カレリン、人類最強の格闘技。カレリンもね、架空ファイプロ団体 WMW としては、作ったものの人類最強というにはちょっと厳しいなっていうのが正直あるんですけども、数字的にはね、パラメーターとかはね、もうそれは最大にしてるんですよ。エディットポイント180というルールの中でね、投げ技とか、締め技とかはかなりのダメージを与えるはずなんですけども、当然その分、ラリアットには弱かったり、飛び技とか丸め込みには弱かったりするというのはあります。さあ20分経過、そろそろ1人目が誰かというような時間帯になってきたか。さあ今度は川田と、でこのエプロンで、おカレリン、このエプロンで絡むな。さあそのままぶっこ抜いていく。さあ場外でもカレリン技のキレは全く落ちない。さあ川田がしかしそのままでは終われないでしょう、垂直落下式のブレンバスター、いいですね。さあこれでカットプレーはないですがカバーに入る。あ、カウント 2.9。さあここでカレリンが戻らないということはまだ体力的に余裕があるのか、先ほど言ったようなタッチワークのこう何て言うんですか、素養が低い、タッチワークに慣れ親しんでないということなのか。起き上がりしこぼしショップからジェイソンにつなぐ、やはりこのタッチワークでいうと青コーナーの方がちょっと有利な感じでしょうかね。ただ個人の能力の差でいうと赤コーナーの方がちょっと高めというようなところか。ギブアップを奪える、もしくはクリティカルがあるのがやっぱり大きいような気がします。さあジェイソンが狂気を突き立てる。さあコピルフ、これはちょっと痛い流血。さあこうなるとただでさえスタミナ切れになりやすいカラータイマーのすぐに光りやすいコピロフが、ロングバトルを強いられるとしんどい状況になってくる。さあそれでもコピロフはショーティーアッパー連打。さあここでおマウントを取るが、しかしジェイソンが下から取る。このジェイソンも意外と腕殺しのうまいんですけども、コピロフも負けてない。さあブレイクになりますが腕を取っていく複合技、そして焦点フックが当たっていく、でタッチに行かないですねやっぱりね。さあコピロフが、ジェイソンはひたすら耐える。さあこの間に青コーナーがどういうタッチに行きたいところ。さあ膝十字、ギブアップを狙わせたらやはり赤コーナーの方が上ということ。ジェイソンはここでたまらずタッチ、
このタッチを防げないんですよね、やっぱりね。これをコントロールできればというのはあるんですけども、それができないから今回わからないというところですね。さあ、コピロフがかなり長い時間戦っていることになりますよね。さあ、これで宝が取った。今のはこのコピロフがロングバトルになったというところの弱点をうまくついたというところなんでしょうね。さあ、これで前田は赤コーナーは負けれなくなった。さあ、しかも相手は高田、チキンウィングフェイスロックでギブアップを迫る。さあ、高田、ここはゼガヒトも一本取りたいところ。しかし、いや、前田が高田の方がやっぱりちょっと余裕があるというふうになってきたが、これで高田が前田から取れば青コーナーが4対2でかなり有利ということになりますね。さあ、これまずコピロフがこれをチェックしていこう。さあ、今度はジェイソンが出てきた。さあ、高田、また高田じゃない、前田がロングバトルになってきた。こうなるとやはり厳しくなってきますよね。カズの勝利、 STF、 ジェイソンよく分かっている。じわじわと攻める。さあ、これで前田を捉えられるか。うん、捉えていった。あー、しかしハイキックからのチキンウィングフェイスロック。しかしジェイソンもそう簡単にはギブアップしない。さあ、前田がここでボルクハンにタッチで、ジェイソンがボルジェイソンがハンに場外投げ捨てパワーボム。これは効いたぞ。しかも市内で一撃。うわー、ボルクハンすかさず戻りますが、これはちょっと効いたんじゃなく、しかもジェイソン狂気攻撃。さあ、ボルクハン流血は免れましたが、これは苦しいぞ。しかしボルクハンも足を取っていく。しかしクリティカルが出えへんと厳しいか。いや、再び打撃から足を取っていく。これはどうだ。おお、ジェイソンが取られた。さあ、これで3対3。ボルクハンが再び、いやー、取るか。ビルゴールドバッグさあ、カバーに行く。カウントが入る。どうだ。いやー、カウント2。さあ、こうなったらちょっと分からなくなってきましたね。ジェイソンじゃない、あのボルクハンのクリティカルがうまく機能すれば逆転できる可能性はある気がする。さあ、連続で関節技決めていく。この辺はさすがマジシャン。さあ、どんなマジックを見せてくれるのか。リング中央、うわー、そのままギブアップを迫る。ビル・ゴールドバーグはなんとか、あー、これで決まってしまった。逆転、逆転。さあ、これで3対2ですね。さあ、川田、残された川田と高田、残り3人をどうだ。うわー、取った。これはすげえ、すげえことが起きてきた。さあ、前田と川田、再び川田が顔面蹴りからのストレッチスリーパー。さあ、どうだ。これで2対2ですよね。ということは数では分からなくなってきた。前田が川田を捉える。あと、そうなるとエプロンにいるレスラーの妨害がどうなるか。いやー、カウント2 DQ。 ここから一気に忙しくなる。浴びせ蹴り、試合時間は30。おお、川田がコーナーからエルボー落としていく。さあ、体重の乗ったエルボーからカバーに行きますが、今ちょっと迷いがありましたね。さあ、そして高田にタッチ。エプロン越しのエルボーを決めてからの高田が、いやー、前田が脇固めで返していく。さあ、前田としてはここでできたらタッチしておかないと、ローンバトルになると高田に捕まってしまいそうな気がする。あー、やっぱりほら。さあ、最後カレリン残った。残り1人はカレリン。さあ、カレリン奇跡を起こすことができるか。人類最強の男、うおー、ぶっこ抜き、カレリンズリフト。いやー、高田もジャーマン持っていく。どうだ。いやー、高田が全部持っていった。最後はちょっとカレリンあっけなかったな。いやー、一瞬
赤コーナーが逆転してこれはいけるかと思ったんですけどね、それを、川田高田が見事にしのぎ切ったというところですね。試合時間33分38秒、元祖ジャーマンスープレックスホールドで高田信彦が最後はアレキサンダーカレリンから3カウントを奪ったという試合でした。青コーナーは川田と高田2人残しということになりましたので、まあまあでもいい勝負だったということで、残念ながら赤コーナーの方は前田組はこれで敗退ということになりました。ありがとうございます。はい、では次の試合に行きましょう。さあ、ということでもう続けていきましょうかね。1回戦の第6試合になりますね。松永組対明人組ということで、さあどうなりますか。試合開始です。さあ、ということで、赤コーナー、ごめんなさい、青コーナーがいいですね。青コーナー、左側ですね。エントリーされたレスラーが松永光弘、金村金太郎、レザーフェイス、フレディ、フレディ、何フレディやったっけ、フレディ・クルーガーや、おめでとう。はい、フレディ・クルーガーです。エントリーしていただきましたのが佐藤大悟さん。いつもありがとうございます。で、赤コーナーの方、右側ですね。今出ているのが秋人。で、原島、三上、黒根真帆ですね。エントリーしていただきましたのが京さん。いつもありがとうございます。ということで。まあ、青コーナーは、こう、ウイングつながりという感じ。で、赤コーナーは DDT つながりということになるでしょうね。黒根真帆の顔が強烈やな、やっぱり。青コーナーの方は松永光弘、金村金太郎の日本人勢、日本人のウィング所属だったレスラーとレザーフェイスとフレディ・クルーガーということで、こちらは、外国人のウィングに所属してたレスラー、まあ、レザーとフレディは日本だけじゃなく海外もいるし、ウイングだけじゃなく他の団体にも出てきたりするんで、まあ今はもう、どこでもありみたいなのが、フレディ・クルーガーはでもあんまり出えへんのかな。フレディ・クルーガーは出ますね。びっくりした、間違えたら。はい、大丈夫ですね。で、赤コーナーの方は、アキト、もともと名古屋のスポルディーバーで、所属だったレスラーで、DDT との、まあ、接点があったので、そこから DDT 入りをして、で今はレスラーとしても活躍してるんですけども、まあ、裏方というか、高木三四郎大社長のこう右腕というか、多分副社長、リデットエイジ、リデット、それはリデットの前の会社、サイバーファイトっていう今、ノアと DDT と、東京女子プロレスとか、を、まあ、取り仕切る合同グループの多分副社長になってますから、もともとこのアキトっていう選手が、DDT が運営していた新宿、東京の新宿のドロップキックっていう昔からある、バー飲み屋さんですね、まあ、店長とかをずっと長いことやってて、まあ、そういうのが多分買われたのかなと僕は勝手に思ってるんですけどね。まあ、これもまた各界ファイプロ団体 WMW の昔話で有名というか、もう何度も何度も語ってきたことなんですけども、この各界ファイプロ団体 WMW でレスラーをエディットしていくときに、そもそもまあなぜこんなことやってるかっていうと、昔僕が自分で勝手に架空のレスラーを作って、でトーナメントとかリーグ戦を組んで、まあまあ誰もがやるファイプラ、ファイプロで遊んでた人がやるようなことですよね。でその中で例えば空中殺法に強いレスラーを作って、で、蹴りの強い空手家っぽいレスラーを作って、で、スープレックス系のレスラーを作って、で、ハードコア系のデスマッチ系のレスラー作ったりとかして、まあ、そういうカラーの強いレスラーを作って、じゃあ誰がこのルール、同じルールでやったら誰が強いんだろうみたいなことを、まあ誰もがプロレスファンが思うようなことをやってたんですね。でその流れで架空ファイプロ団体 WMW を作ろうと、その時やってたようなことを
YouTube に載っけてみようみたいなことが始まりだったので、でそれから考えた時にそのレスラーを誰にするかってなったら、メジャーなレスラーよりもそのじゃあ足関節の上手いレスラーって誰だろうとかね、スリーパーホールドが得意とするレスラーは誰だろう、もちろん空中殺法がどうとか、そういうことをずっとやっていった。おわけですね。うわー、これも場外に三上が投げ捨てられる、黒根真帆がわたわたしてるまあそういうことがあって、でこのアキトっていうレスラーは足関節が得意とする、足関節を得意とするレスラーということで白羽の矢が立ってエディットされたということですね。もちろん足関節だけじゃなくて、どういったらいいんかな、クロート好みのファイトスタイルと言ったらいいでしょうかね、通常のプロレスの技も使うんですけども、足関節が得意だったり、あと筋肉バスター使うとかね、いうようなちょっと変わったファイトスタイルのレスラーであるということですね。アキトだけでそれを言うんですよね。あと黒根真帆、もうすでに引退しちゃったので、もう存在しない、実在しないレスラーになるんですけども、あの東京女子プロレスで最初はゴスロリっていうんですか、女の子のファッション、まあ男の人もやるんですかね、ファッションでそういうキャラクターでいたんですけども、そのうちなぜだか、ゾンビ系のキャラクターになって、でそのゾンビ系のキャラクターがあまりにも良すぎて、動きもいいし、ゾンビ系のキャラクターにちゃんとできている。あのね、一番すごいなと思ったのはね、入場してくる時に、おもちゃなんですよ、確実にちょっとよくできたおもちゃの、手を、口に手を加えて、入場してくるというね、普通の人だったら引いてしまうような、でもまあそういうことをやって、でまあお客さんのハートも掴んで、一部のね、一部かもしれませんけど、お客さんのハートも掴んでたんですけども、やっぱりそういうのをやるのに精神的に大変だったんでしょうね。でちょっと精神的にお疲れになったようで、今はもうすでに引退されてしまいましたと。通常の生活はできてるけども、プロレスラーとしての復帰はちょっともうできそうにないので、もう引退というふうにしますっていうのが発表されたのがもう何年も前ですかね、というレスラーですね。ちょっと顔が白くなりすぎてますが、まあこんな感じのペイントをしてたということです。さあということで、あと三上と原島はそんなにいいですかね。あの三上はスケスケの黒いシャツをよくコスチュームされてたんですよね。でこのスケスケのコスチュームっぽく見えるのが、一目惚れしたというのもありますね。もちろん三上というレスラーも好きなんですけどね、DDT を立ち上げた、レスラー3人組の1人ですね、高木三四郎、野沢論大、この三上、この3人が DDT っていうのを立ち上げましたからね。まあ、今は DDT から離れてフリーで、レスラーをやって試合に出たり、プロレススクールとかをやっておられるということですかね。さあというわけで、なんだかんだで試合時間15分経過。エルボー決めた。さあこれでちょっと青コーナーが有利というわけでもないか、徐々に徐々に差がついていくような試合展開もあるんですけどね。うわー、いいですね。これであんまり使わないですけども、強引にクラフトですね、技クラフトで作った、噛みつきですね。さあこれで流血さあ笑っていきました。まあ怪奇派としてはよくできたレスラーですからね。あー、これでちょっと足を狙ってくるか。あー、いいですね、クイックタッチになってきた。目まぐるしくなってきましたね。さあお互いかなり消耗してきたということになるでしょう。でまあ先ほどのその試合で前田明だがやっぱりロングマッチになってるというのが敗因だとすると、クイックタッチしてる方が、なかなかやっぱりスリーカウントギブアップ奪われないということになるのかですよね。カットプレーがないのでタッチワークの方がやっぱり、大きな要因になるのか、あとは前回も多分話したと思いますけども、流血ですね、流血したらやっぱりかなり不利になるんじゃないかと
ロングマッチになりやすいの。あとはクリティカルが出るか出ないかですよね。クリティカルが出ると試合中に、そのレスラーの、自分の体を失神した姿を、リングの中に残さないといけない、晒し続けないといけないという、もう一種の罰ゲームになりますよ。さあということで金村金太郎が、うわーカウント2.9。黒目真帆、女子レスラーなのでエディットポイントは160-20、男子レスラーよりも低い、その不利な条件でも、このね4人タッグだったら分からないような気もする。おーおーおー、松永が椅子を取り出した。なるほど、しかもしかし、場外カウントはきっちり入っているわけですね。さあこれで松永が場外戦、さあこれさすがに、あでもどう、あのカウントアウトがどうなるかですよね。黒根真帆が先に戻りました。あーしかし、あーそれをレザーが捕まえてしまう。しかし松永手が出せない。金村金太郎にも捕まる、しかし手が出せない。松永今のはチャンスだったろう。黒根真帆は今のは助かりましたね。あのセコンドというかエプロンにいるレスラーに捕まると、大技エンジン切りドロップキックなど食らう場合があるんですけども、多分それのスペースが多分足らなかったんでしょうね。松永のニールキックとかが出したかったんでしょうけども、というところでしょうね。さあというわけで20分を超えてきましたので、そろそろ誰か敗退してもおかしくない状況か。さあ原島対フレディ・クルーガー、原島今度秋山とやるの、もうやったんかな、まだですね、今度やるんですよね秋山と。ちょっとその対決も楽しみですが、おお前に落としていく。しかしこれでフレディ・クルーガーがタッチに行きますね。この辺ですよね、もうダメージ食らったらあっさりタッチに行く。さあブレンバスターでレザーフェイスを投げ捨ててアキレス腱固め、そうギブアップは取れないでしょうが、これでレザーフェイスもタッチさせることができればというところでしょうね。これのずっと積み重ねというか積み重ねというところでしょうね。さあ三上動きはかなり悪くないはず、移動速度も速いので、ヒットアンダーウェイ、相手にダメージを与えてすぐに自軍に戻ってタッチということ、もうできる。おーカウント 2.9、裏勘ランナーでカウント 2.9。 さあこれはレザーフェイスから1本取ることができるか。おねや、おージョン・ウーですね。さあこれでレザーフェイスはタッチに行きたかったけど、あーこれはもうしょうがないか、パワーボム食らってしまう。さあ三上としてはこれ戻りたいところ、さあ戻らないか、戻らずに戦う。スクールボーイが決まる、世界を取ったスクールボーイ。さあバック、おお逆に金村金太郎のスクールボーイ。さあ三上はこれでタッチに行きたいところ、ドラゴンスクリューで、あしかしあーいかないですね。さあ再び原島、流血してる、アキトと黒の魔法はちょっと戦力外みたいな感じになってるんですかね。さあ目まぐるしい展開になってきました。試合時間は26分経過。さあ金村金太郎がここでパワーボムそのまま叩きつけて、うわーカウント 2.9、 原島はこれはちょっと苦しい。しかし戻れないのか、金村金太郎は松永に託す。あー逆片指固め、原島苦しい。原島がかけるとかなり厳しいようなメンツだと思われますのでね、ちょっと原島踏ん張らないといけない。なんとかタッチしたい、自軍に戻りたいところですが、まだ戦う。やっぱり流血してるから回復が遅いということなんですかね。さあサソリ固めどうだ、あー決まってしまった。さあこうなると、まずは赤コーナー1人減りました。しかもその原島がというところ、さあこれはかなり苦しいぞ。原島は今セコンドとして、
膝まずいてますね。あれね、膝まずいてる間はエプロンに上がってレフェリーにこうイチャモンつけたりとかっていうのはできないんですよね。で、ある程度時間が回復すると、立ち上がると思うんですよ、あの場所で。で、立ち上がってる状態だと、準備万端ですよっていうことに確かになってます。さあ松永が秋人を捉えるか。さあここでタッチ、誰が出る。フレディ・クルーガーが出て、ガッさあロープに振って、ロープに走って、やあーフェイスクラッシャー。さあカバーに行く、こっちみんな、うわー、これを取られたら痛い。さあ連続で DDT が2人取られてしまった。残すはアキトと黒根真帆、そしてアキ、あ、違う、ハル、違う、三上じゃない、アキトが取られた、ごめんなさい。さあ三上がもうあと俺がやるしかないというところか。さあ青コーナーはもうこれじっくりクイックタッチを重ねながらじわじわと真綿で首を絞めるように攻めてもいけるはず。うわカウントに電球、うわどうだ、ブレインクロー、なんとかギブアップを耐えた。さあコードブレイカーからスクールボーイが決まればという、丸め込んだ、どうだ、いやーカウント2点球。さあ黒根真帆にタッチ。さあ黒根真帆は苦しいぞこれは。フレディ・クルーガー余裕の笑い。さあここで無理せずタッチ。いやー金森金太郎が来た、この人は女好き知らんけどということで、さあ4対2の戦いが続きます。青コーナーはなぶり殺しにするのか、じっくり攻めたらこれ2人あっという間に沈んでしまいますよね。あ、しかし黒の今方が気を吐く。ここでおボディープレス決めていく、どうだ、さあまだしかしチャンスがあるか。さあフライングボディープレス、どうだ、うおー取った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 。さあこれは一矢報いたか。しかし松中が飛び出してきた。さあこれで2対3、可能性はなくはないか。黒根真帆にかかってるような気もする。さあ松永相手にどこまでやれるか。もういいですね、ここのスクラッシャー、いやそうそう、クイックタッチができればね可能性はあるような気がします。さあどうだ、ギブアップ迫る。さあ三上、お足を押さえてゴロゴロ、これは好都合、いやいいですね、ファイヤーバードからどうだ、ギブアップを迫れる、うわー取った取った取った、松永も落ちた。さあこれで2対2になりましたね。2対2、レザーとレザーとフレディで三上と黒根真帆ですね。さあレザーがこれはだいぶ体力を温存していたはずなので、さあ三上に襲いかかる。さあこの2人が何とかするか。黒根真帆にタッチ。さあ黒根真帆再び奇跡を起こすことができるか。うわー垂直落下式、しかも場外に落とされる。いやでもすぐに起き上がる。大きく見栄を切るレザーに対して黒根真帆が逆さ釣り、いやいいですね。さあこれで捕まえておくことができれば。さあカッター決めてカバーに行くか。あ再びボディープレスを決めていく。おおさあ取った、ちょっと待った、これややこしいですね。ちょっと待って、合ってますよね。レザーが落ちてフレディで、今松永エプロンに上がってたのはレフェリーにチェックを ちょっかいをかけてたのでカウントが入らない。タイガー服部は目を取られている。さあしかし2対1、これで三上黒根真帆組が逆転する可能性が出てきた。さあこの試合、このルール、この面白さが
こういうのがやりたかったんです。さあ勝ち抜き合戦、イルミネーションマッチの面白い展開になるか。さあバックを取る、うん、フェイスクラッシャー決めましたが、三上も返していく、ドラゴンスクリュー。さあこれでギブアップを迫る技が出ればというところですが、どうだ。さあこれで時間をかければ時間をかけるほど赤コーナーとしては有利になる。あーこれで、いやこれはどうだ。いやーこれはアイアンフィンガーで三上が落ちた。さあこうなると1対1の戦い、黒根真帆が取るがどうなる。ロープに振って、おーフライングフォアアーム。さあパンチの連打を決めて黒根真帆が飛びつく。うーん、しかし後が続かない。いや1対1の戦い、試合時間は40分経過。さあもうこうなるとあとはどうなるかわからない。あとセコンドについたレスラーがどういう動きもするかも注目です。さあボディープレス、背中側、さあカバーに行った、しかしちょっと場所が悪い。いやーカウント2-9、どっちが勝ってもおかしくない、どっちにも勝ってほしい。いやー複雑。さあ黒根真帆再びボディープレスを決めていく、動きは悪くない。さあカバーに行く、うわーカウント2-9。そして今誰だ、誰かが当てますね、誰かが当てますよ。さあそんなもん無視して、あフリッ、レザーフェイスが上がってるということですね。さあ黒根真帆がカバーに行きますがカウントが入らない。さあこれはどうなんだ。さあしかし試合は黒根真帆の方がまだ有利に進めていますね。完全に後手後手に回ってるのはフレディの方。さあフレディが今度は逆にエルボードロップ決めていく。さあ黒根真帆流血してる分だけ苦しくなったか。さあ場外戦、ややこしいこれは。さあフレディが飛ぶか、おおフライングボディアタック。うわー黒根真帆が椅子を取り出しますが、さあどうなるこれは。さあ場外で各コーナーのレスラーが見守る中、手を出すことはできません。さあ戻って、問題はここから、うわーコーナーの攻防、うわーこれは何、何が起こるの。さあエプロンと組んで、さあ黒根真帆が返してバックを取って、目まぐるしい。さあその前へ叩きつける、いやーさあパフォーマンスを1個決めてからどうする。おお逆落としが決まった。さあそのままカバーリング、どうだ。1,2,3 やったすげー。はい、試合時間44分15秒、逆落としからの片指固めで黒根真帆がフレディ・クルーガーから、3カウントを奪った試合、両者力を出し尽くし、最後に一人だけ残ったのが黒根真帆ということで、いやー、だって最初あれですもんね、 4-2 ぐらいまで行きましたよね。だから完全に青コーナーの方が有利かなと思ったんですけども、いやそうでもないか、いや先にとりあえずどっちかが、あの赤コーナーの方誰かが負けたんですよね、原島が負けたんですよね。いやー、いやーいいなー、すごい。いや本当にファイプロっていいですね。はい、というわけで、残念ながら敗退となりました松永組でしたけどもね、十分楽しませていただきました、ありがとうございます。さあというわけで、本日はこれで辺でお別れということで、次回はハンセン組対オスプレイ組、そしてベイダー組対船木組ということで、どんなドラマが待っているのか、よかったらお付き合いいただけたらと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。